こんにちは、japanunix の野口です。こんにちは、japanunix IPC トレーナーの鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日なんですけれども、最近ですね、すごくチップがちっちゃくなっているということで、今日は0402チップを使ってですね、ハンダ付けを、IPC トレーナーである鈴木さんにやっていただきたいと思います。それでは今日やっていただけるハンダ固定ってどのようなものになりますでしょうか。はい、今日使うのはですね、こちらの世界最小の、ハンダ固定世界最小、はい、どこが世界最小なんでしょう。先端がですね、コンマ1、コンマ1ですか、の、小手先を搭載した、だいぶ小さいですね、はい、細いですね。そうですね、見ていただくと非常に小さいものになってます。こちらでやっていただけると。そうですね、こちらは、はい、つける、ね、そうですね、こちらつける方ですね。なるほど。でもう一つのこちらの、はい、ピンセットが、取り外す、こちら取り外しの、はい、2個こうくっついているような感じで。そうですね、はい、挟める感じですかね。挟める感じですね。なるほどですね、はい、ではこちらで取り付けと取り外しやってもらいますのでよろしくお願いします。はい、頑張ります。ここからは、実際のハンダ付け動画を、解説しながらいこうと思います。まずはフラックスのトップですね。はい、そうですね、こちらはハンダ径 1.0 の、ハンダ使ってフラックストップしています。ハンダの先端にフラックスをちょっとつけて、はい、ちょっと通常のブラシだと、塗料多くなってしまうので。なるほど、はい、で続いて、右側のラウンドの方に予備ハンダ、はい、予備ハンダ付けですね、はい。まあ、特徴はハンダ一般的にコンマ3のハンダが送られて多いと思うんですけど、はい、今使っているのはコンマ1号のハンダです。だいぶ細いんですね、はい、でまた洗浄後フラックスをまた塗布します、はい、でその後チップ搭載のために、ピンセットでつまんだチップをここにあてがうというか。そうですね、はいはい、所定の位置に持ってこようとしてるんですけど、やっぱり予備ハンダされているのでちょっと型が膨らんでるような感じなので、結構位置合わせが難しくて震えちゃってます。合わせつつ固定で当てると、はい、そうですね、はい、今つきましたね、はい、でもう一つ、こういうのもつまむときにちょっと1本だと難しいようであればピンセット2本使って、はい、うまくつまんであげるとやりやすくなりますよね。なるほどですね。ではもう一個、これもまた固定を両方からやるような、はい、手を両方からやるような形ですからね。もちろんあの小手先は、クリーニングしてから手がですね、綺麗な小手先で、はい、はい、でこれつけて一回離したんですけど、ちょっと位置が、はい、ずれてしまったみたいだったので、もう一回片側溶かして、修正をしてます。はい、まっすぐなりましたね、はい。でその後、左側の電極のハンダの方ですね。正規のハンダ付けになります。はい、なかなかこのコンマ1号のハンダって手に入らないとは思うんですけど、はいはい、ハンダメーカーさんに問い合わせればあると思いますので、はい、もしやられる際はですね、問い合わせていただきます。この量の感じで見るともう線が細くないと厳しそうですね。そうですね、先端丸まってしまうと量が増えてしまうので。そうですね、はい、でまた、洗浄後フラックスの塗布、はい、これぐらいの量が一番ベストかなと思います。やはりフラックスは必ずやる前に塗布っていう方がいいんでしょうね。まあ、IPC の、規定上はこういうふうにこのような、作業で行うようなですね。でまた右側の電極、こちらは本ハンダ付けですね。先ほど仮固定した方の、はい、こちらで、最後のハンダの量とフィレットの形状の修正等を行って、完了ということになりますね。はい、洗浄してこれで取り付けの方は完了、はい、この後検査をするという形ですね。はい、続きましては取り外しの方ですね。まずは同様にフラックスの塗布から、はい、はい、まあ、塗布しなくてもいいかもしれないんですけども、はい、はい、塗布していただいても構わないかなと思います、はい、
で今回使っている小手先の先端は、はい、先ほどあのハンダ付けをしたコンマ1の先端の小手先を2本ピンセットに差し込んで、ピンセットのハンダボテですね、はい、差し込んで使ってます。同じ小手だけど2本使いという形ですね。はい、取れました。でまたフラックスの塗布、これはハンダを除去する前の、はい、そうですね、1回洗浄した後に、はい、フラックスを再度塗布していただいて、この残ったハンダを銅を編み込んだウィッキングワイヤでですね、はい、最後に吸い上げてあげるという作業なんですけど、はい、小手先の先端コンマ8で使用してるんですね。コンマ8、はい、はい、これで軽く、吸い取ってあげて除去すると、はいはい、で最後に洗浄で確認ですね、ランドが剥離してないかとか、はい、いやあのハンダゴテでのハンダ付け、はい、まあ、取り付け取り外し、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやかなりちっちゃい。そうですね、まあ、もちろんちち、ね、こちらの顕微鏡で、はい、まあ、確認しながらやっていただいたと思うんですけど、はい、まあ、実際にねやっぱり、まあ、見てても本当チップなんてかなりもうです、ね、お見と間違えてもおかしくないぐらいちっちゃいですもんね、うん、普段はあの顕微鏡で行うんですけど、今日撮影のためにこういうちょっとモニター側で映るものを使ってちょっと普段とはちょっとやり方違って、はい、それでもできなくはなかったですね。あ、はい、まあ、ちょっといつもと勝手は違うけど、まあ、うん、このツールでちゃんとやりたいよと。そうですね、いうことですかね、はい、あの普段のスクールなんかでも今一番小さいものでも1005が多いんですけど、はいはい、はい、まあ、今回0402とかでもできるかもね、まあ、今後こういうのもスクールで紹介していければなと思います、ね、そうですね、また今後ご紹介いただき、はい、あのしていければと思います、はい、まあ、こちらの方でやったものに対してもですね、IPC のマスタートレーナーの方のまたチェックを、はい、マスターにチェックしてもらって、はい、まあ、この小手でのハンダ付けがいいのかどうなのかっていうのもまたチェックして、まあ、その結果をですねご報告させていただければと思いますので、はい、まあ、またその時は、そうですね、すごい緊張しますけど、いや、まあ、そうですね、マスターに見てもらったわけですからね、はい、まあ、またその結果見ていただいて、まあ、こうしたらもっとうまくいくとか、こうやってやったらうまく自分でもやれるんじゃないかっていうちょっとしたヒントにちょっとなれればいいかなと思いますので、はい、この結果をまた後日、発表させていただきたいと思いますので、またよろしくお願いします、はい、お願いします。それではありがとうございました。